こんにちは、チッペです。こんにちは、ペコマです。Hi, I'm Lisa。はい、ということでね、今日はリサさんに来てもらってまーす。イエーイ。リサさんは、クライミングの仲間なんですけれども、明日ね、クリスマスパーティーなのね。なんだけど、山形に住んでるからちょっと遠いので、今日からジョインしてくださったということでね。お邪魔します。今日はちょっといろいろ話を聞いていこうかなと思います。で、リサね、あんまり知らない人もいると思うんですけれども、実はね、実はじゃないか。すごい人なんですよ。皆さんこのトポを持ってますよね。で、このトポを開けてみると、アプローチのところの説明だったり、この岩の概要説明に英語が書いてあるんですと。あと、なんと、すべてのルートに英語名のルートが書いてあるんですよ。これを書いたのがリサさん。ということでね、そういうクライマーでもあり、翻訳家でもあるというリサさんに来てもらったんですけれども、ちょっと簡単に自己紹介していただけますか。はい、リサと申します。出身はアメリカです。日本に来たのは結構前ですね。結構前ね。何年？10年以上。旧時計だぞ。政府に言わないでください。そう、20年以上です。最初は富山に住んでいて、12、3年前から山形の方に、はい、移って、はい、住んでます。クライミングを始めたのは日本で始めたということですか。山形に行ってからクライミングジムに行き始めて、もう一目惚れみたいな感じで、クライミングジム、うちのクライミングジムは外岩登る人もたくさんいて、すぐに山寺の方に連れて行ってもらって、そしてもうやめられないような、はい、そういう、はい、ジムって言うとフラットができる前ですよね。フラットができる前、デッドポイントというジムで、その東北の方のクライミングレジェンド、小野ミネオさんのジムで、そこで、はい、ミネオさんにいろいろ教わりながら、他の常連に山寺に連れて行ってもらって、外岩の素晴らしさを知りました。なるほどね。はい、そんなリサさんなんですけれども、ちょっと僕たちとの出会いみたいなところをちょっとチップ教えてもらっていいですか。そう、まさにこの小屋川山トポの調査とかでいっぱいこうね、小屋山に行ったりっていう合宿みたいなものが催されてたんですけど、その時に一緒になって初めて、はい、行きました。そう、一緒に登ったっていう感じで、楽しかったね。懐かしい、懐かしいね。いろんなアクシデントもあったんですけど、二人とかいろいろ、はい、そう、リサはそのあれだよね、体操やってた。学生時代体操やって膝を怪我して、それ以来ずっとクライミングに出会うまではスポーツしなかったですね。その膝が弱くて、そうだからバックグラウンドとしてはリンヒルと同じ。はい、そんな感じで一緒に楽しく過ごしてるんですけれども、ちょっとね、今日はせっかくなんで、この小屋山トポの英語の部分、英語のこのテキストの部分のちょっとね、なんか苦労話とか聞いていきたいなと思うんだけど、まずちょっと聞いてみたいのは、このルートの名前あるじゃないですか、ルートの名前ってなんか難しそう、訳すの難しそうだなと思って、だって作った人がどういう気持ちでこの名前にしたのかみたいなのもあるし、なんだろう、日本人だったらこの表現わかるけど、それ英語でどうやってもわかんないでしょとか、いろいろある気がするんですけど、その辺ってどうやって作ってるんですか。まあ翻訳するには、言葉を単純に置き換えるというような問題じゃなくて、そういう文章とかルート名に含まれている意味とか趣旨をうまくそのままこう伝えないといけないですから、その言葉プラスアルファのところがいろいろあって、まずはその名前をちゃんとこう理解できてるかどうか調べないといけない。でそれは事実調べたり、あるいは事情分かる人に聞いたりして、とにかくリサーチをして、そしてこれはダジャレですとか、これは海軍ですとか、これは文学作品の名前ですとか、これは日本のこう漫才の作品の名前とかね、なんかそういうのを分かった上で、自分でも想像してこう名前をつけた人はどういう気持ちでつけたか、真面目な気持ちか、ふざけた気持ちか、
笑わせたいか、ただわけのわからないものをつけたいかを考えて、なるべくそのように伝えるように考えました。はい、それは難しい。難しいですね。私たちでも世代が違うことによって、そのダジャレが理解できてないこともある。同じ日本人でも、はい。それを外国の人がやるっていうのは、相当ハードルが高い作業。まあ、例えばこう漫才の作品だったら、うん、その作品、その漫才を聞くね。そしてこう、あの曲だったらその曲を一応聞く。うん、で、なるべくこう、これ、なんかこのぐらいを訳す。でもあのギリギリの知識でやっぱり訳せないから、なんかやっぱりこのぐらいを分かった上でこう背景が全部分かって、こう結構いろいろありますけど、あの背景を分かった上じゃないとやっぱり訳せない、勘違いしてしまって、そうだよね、うん、そういうことがすごく多いですね。いや今ねこれね、うん、いろいろペラペラ眺めてたんだけど、すごく難しい。難しいね、うん。思い込んだらとか、これとか、思い込んだらっていう、うん、あの、重いヘビーな込んだらっていうルートがあるんだけど、これってさ、あの、歌でしょ、思い込んだらっていう歌を、込んだらってなんだって分かんない人がいて、本当は思い込んじゃったらっていう歌詞なんだけど、分かんないで、この思い込んだらってなんだろうって思ってる人がいるよねっていう思い込んだらだと思うんだけど、そういうのをさ。あの、リズムをつける人はみんなね、もじるのがすごい好きですね。ヘビーローラー。ヘビーローラーね。もじった人は、こう、どういう雰囲気を与えようとしているかを考えて、やっぱりそれに一番近い。で、日本語と英語は、すごく全然違う言語ですからね。あの、同じ、こう、完璧に訳すことはできないですね。そうですね。だけど、あの、いつも目指していることは、日本人がこう、読んだら、そのリアクションを、こう、外国人が読んでも同じリアクションをするように、あの、翻訳を考えようとしている。だから、読んで笑うんだったら、やっぱり外国人も読んで笑う。とか、なんか、これはなんか、うんと、あの、日本人が言うならこっちもなんか、うんと、なんか、こう、同じようなリアクションを引き起こすような、うん、あの、名前にして、で、うん、まあ、意味合いプラスリアクション、うん。なるほど。まあ、このルート名だけでもね、一個一個全部見ていきたい感じなんだけど。それがだって何千とあるんですよ。そう、もう、あの、クライミングと全然関係ないけど、やっぱりこう、あの、翻訳の醍醐味ですね、これは。うんうんこれはやっぱプロの翻訳家だからできることですね。なのでこの本持ってる皆様、ルート名一個一個全部英語を確かめてみてください。めっちゃ面白い。今見ててちょっとね、もう面白いなと思いながら見てたんですけど、はい、あともう一つは、アプローチはかなり丁寧に英語で書かれてるっていうことで、それは内藤さんからそういうふうにオーダーされたっていう感じなんですかね。そうです。やっぱり小川山は日本のクライミングの聖地で、あの本当になんか素晴らしいエリアですね。で、外国人が、あの、せっかく日本に登りに来たら、あの、ちゃんとそれぞれのエリアにたどり着くことができるように、その、このガイドブックを作りたいと内藤さんが言っていて、で、それはやっぱり一番の、あの、とても現実的な人ですから、あの、やっぱりこう、ちゃんとそこに行ってクライミングができること。で、今までは、あの、アプローチがとても分かりづらくて、今回は、あのアプローチとても丁寧にですけど、あの、まあ、あの例えばあのアプローチの中にあのケルンのことが書いてあっても、うんうん、私が行ったことがないあのところだったらケルンは一個だけか複数あるかとか、なんか内藤さんにいろんな質問を聞いて相当しつこかったみたいですけど、うん、事実が分からないとなかなか書けないですので、うん、とにかく分かるまであの聞いたりリサーチしたりするのは、うん、まあ絶対的に、まあ、逆に分からない人が書くからこそ誰でも分かるものにはできそうですよね。そうかもしれないですね。内藤さんとかね、うん、通い慣れてる人だと逆にこれ分かるでしょみたいに思っちゃうかもしれないけどね。そうですね。なるほど。ということでアプローチも非常に丁寧に英語で書かれていると、うん、いうことと、あとはそれぞれの岩の概要ってところも英語にしてあるんですよね、うん、岩の概要ね、うん、まあ、これも結構ちゃんと読み込んで、なんか言葉が一対一というよりは、そうですね、あの、うん、まあ、内藤さんがよく言うことですけど、あの
クライミングルートの写真に惹かれて、うん、そのルートを登りたいと思う人は結構いるから、すごい写真に力を今回も入れたし、常にそういう常に力を入れてると思いますけど、同じようにその本を開いて、そのクライミングエリアの概要を読んで、その歴史とかいろんなことが分かった上で、その魅力が伝わるように、うん、やはりしっかりいい文章で伝えることが私の、まあ、責任だと思って、うん、結構その辺は頑張って、はい、書きました。なるほどね。なので海外の人はこれを読んだ時に、あ、ここで登ってみたいなって思わせるような文章を書いてるってことですよね。ストーリーをしっかり伝える、はい、なるほど。この日本語の内容をただ表現するんではなくて、ちゃんと一つの文章として綺麗ないい文章にしてるっていうことで、翻訳はただ言葉を置き換えるというような勘違いが結構あると思いますけど、うん、やはり最終的にはその背景を分かるためのリサーチと、うまく伝えるための作文力が翻訳の一番、うん、大切なところだと思います。なるほどね。言葉を分かることは、うん、まあ、前提ですね、うんうん、で翻訳するにはやっぱりもっとこう頑張らないといけないですね、うん、いや、それを聞くとね、やっぱりちょっと英語の文章も読まなきゃなって思いますね。もうすでに読んでると思いますよ。いや、だってさ、日本語があってその下に英語があっても、さすがに日本語しか読まないでしょ。わざわざ英語読まないけど、英語好きでしょ。いや、そうそうそう、まあ、勉強のために言うとちょっと大げさかもしれないけど、その英語を楽しむという意味で、うん、リサが書いたこの文章を読むっていうのは、うん、もうめちゃくちゃ楽しそうだな。英語の読み物としてすごくいい本になってますよ。うんうんうん。で、我々が海外に行って海外のとこを読むときも全く同じですよね、うん、やっぱ魅力的な写真と魅力的な文章に惹かれて、うんうん、登りたいこれって思う、うんうんうん、確かにね、あるから。そうだよね、うん、はい、ということで、この本の英語部分を全て書いているということで、でその苦労とかもいろいろ聞いてきたんですけれども、うん、それだけじゃなくてね、僕たちにとっても英語の先生なわけですね。うん、まあ、うん、僕たち通訳案内士の試験として英語の勉強もしてきたんだけど、まあ、そんな中でね、わかんないこととかあったらね、結構気軽に相談して、うんうん、そうね、もっと話せるようになりたいとか、もっと英語上手くなりたいっていう願望ももともとあったし、でリサが嬉しいことに教えるの好きって言ってくれるから、うん、もういつでも質問してきてって言ってくれるから、もうそれを言葉通りに受け取って、うん、もう頻繁に質問を送ってるんですけど、そう、嬉しいですよ。そう、それが、うん、その返ってくる答えもね、めちゃくちゃインフォーマティブっていうか、すごく丁寧に、こういう言い方もできるよとか、私がこういうのはどうっていう文章に対して、もうその10倍ぐらいで返ってくる。だから今この翻訳の話をしてくれたことがそのまま多分生かされてるというか、意識してくれてるというか、こっちがこういう表現をしたいんだけどっていうことの背景とかまで汲み取って、じゃあこういうふうに表現したらいいんじゃないみたいなぐらいのレベルで返してきてくれるから、めちゃめちゃいいんだよね。もう私は日本語はすごく好きです。そして翻訳はすごい好きですけど、うん、何よりも英語がすごく好きですね。うん、そしてなんか英語に興味を持ってこう質問がある、こうジッペとかペコマニが、から質問が来ると、なんかそれが話せることは本当に楽しくて、うんうん、ですから、まあ外国語が上手にこうなりたいと思ってたら、まずは自分の母国語に興味がないといけない。自分の母国語が好きじゃないといけない。私は英語も日本語も大好きで、そういう話をするのはとても好きですから、うん、いつでも質問を受け付けます。はい、待ってますね。だからお仕事としても、翻訳をお仕事としてるっていうことですよね。その翻訳のお仕事のなんか専門分野みたいなとかっていうのがあるものなんですか？まあ多分翻訳家は結構そうだと思いますけど、よくやっているそういう分野が自分の専門分野になってしまいます。私の場合はちょっと美術関係とか、特にグラフィックデザインの翻訳をいろいろさせてもらって、それが一つの分野になってますけど、数年前内藤さんに出会ってから、うん、クライミング関連 の,
こんにゃく、そしてたあの動画の字幕とかな、ね、そういうのもやらせてもらって、うん、はい。ということなので、これからインバウンドが増えてきて、多分日本のクライマーでもどんどんなんか英語で発信したいなと思っている人とかもいらっしゃると思うんですよね。そういう時は困ったらリサに相談してくださいと。待ってます、連絡。いうことですね。はい。ということで、今日はまあ主にね、この小川山のトポを翻訳するにあたりどんな苦労があるのかとか、まあどういうことを意識してやってるのかっていうところをお話を聞いてきました。いっぱい一緒に登りに行って遊びに行きたいね。行きたいです。また山形に来てください。うん、はい、ということで今日はリサに来てもらいました。じゃあねー。じゃあねー。バイバイ。